よし、じゃあ放送にしよう。食った。うまかった。さあ、ということで、セット食ってきましたけど。で、このまんま、安静期こっちから行ってやるね。入れますんで。よっしゃ。とりあえず、モダハンシング、ハンシング大器、ややこしい。場所。やっぱうまいね。こういう段立ちながらの王将のね、あれですけど、やっぱ、大阪の王将に来ると何がすごいって、本当にやっぱオペレーションがすげえなぁと。なんか大阪のに来る、大阪京都に来ると、餃子の焼き上がりが2倍速になった気がする。それぐらいなんかね、本当に、手際がええ、うん。すごいですね。もうカウンター席を上にテーブル席があるのかな。で、キッチンもね、このスペースが広いところではないですけど、すごいですね。もうバリッバリ回してましたもんね。ということでね、もうすぐに出て、料理も出てきて、早い。早い、安い。やっぱすごいね。ってことでね、野田阪神から、次どうするかな。大正に向かっていった方のがいいのかな。一回もこのまま南立て前に出るっていうのも手ですけどね。そう、今里ライナー、この辺りもちょっと乗ってみたいですもんね。ここで一回乗ってみたいな、今里ライナー。じゃあ、南立てに行くか。よし。なんかいろいろ出てるけど。この旅が福島区。そっかそっかそっか。福島、これも阪神府も福島行くのあたり。何でしたっけ？あれ？切符どこやった？地下鉄改札口。これか。よし。おお、入れる入れる。この方法のリボン。こっちが一番端っこなんや。で、こうやって南立つに行き、12時8やから、まあ2、3分は、ちらっと来るか。こんな端っこに、あるかな？あるね、ターンでやってきてきた。反対側のフォームと思うけど使い分けてる感じなのかな？え、だってこっち側に基本入ってくるのかな？本当に端っこの駅で、串型になった、串型じゃない。両端式って珍しいですね。じゃあ、このピンクの、やって、もうこのまま南立つまでドンと行っちゃいましょう。